なんかでもね、あのね、この風景的なやつ、うん、確かに。じゃあ今ラインを平成生まれかじゃん。ああそうだね。あ、儀式をしてからでもフランスの王に呼ばれないですから。ああ、うん。ここかわかんないけど、もう一回。ああやってんじゃん。オーストラリアって
あれいるのかな。国旗が立っててなんだろうって国旗の方ばっか見てたらその下にいっぱい あなんと博物館なのかな。ほらテータンクとかインフォメーション見る。募集するよ。募集する？いいよ。運転しながらのバックの薄ってかなちゃんと何こいつグルグル回ってるの、うん、もうもう出ようか。わかる、どっちでか。映ってるか。ちょっと今、下手くそだったかも。南に進みます。その先、右方向です。なんて街だ。右方向です。その先、左方向です。え、あ、こっち行っちゃった。あ、いいよ。左方向です。その先、その左方向です。次を左。ここ左曲がれる？これ、これ曲がれる。あ、でも曲がれない。あ、そう曲がれる。ここ、ここ左。うん。奥を。あ、曲がる？うん。あ、なんか7分。ちょっと待って。左方向です。7分早く着くのが出た。あ、それは多分高速に引っ張ってる。そうかそうか。あ、じゃあ、じゃあ、左、うん、左。左撮ってんだよね、これね。もうやめとこうか。600メートル先、左方向です。あれだね、あの交差点左あの、真ん中でも大丈夫だよ。来てないから。わが真ん中でしょ。あー、ほんとだ、なるほどね。ここ左です。本当はこっちからだけど、いや左、オッケー。ここがで、こういうのが出口。しばらく道足りです。俺ら今、向こうが入ってくるところで止まって。せわしないな、撮影。まだいいけど、あのルクセンブルク出る前にじゃあガソリン行こうよ。あ、
リドルだ。安いドイツ系のスーパー、左。ああ、そう、リドル。うん。あれ、こっちじゃねえ、俺が痛いから。あ、いいんだ、いいんだ。うわ、安っ。さらに20セントぐらい安いわ。ああ、やっぱり国境近くにあって、みんな、ここで入れてんのかも。パッて行った。